ローガン・エドワード・シェイファーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンタクララ郡サンノゼ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB ボルチモアオリオールズ参加所属。クエスタ・カレッジ在学時の2006年、MLB ドラフト31巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、カリフォルニアポリテクニック州立大学、サンルイス・オビスポ校へ進学した。 2007年も MLB ドラフト47巡目でコロラドロッキーズから指名されたが契約には至らなかった。2008年の MLB ドラフト3巡目でミルウォーキーブルワーズから指名され6月14日に契約した。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級ヘレナブルワーズで8試合に出場し、打率240.2本類打、8打点、1盗塁だった。 7月に A 級ウェストバージニアパワーへ昇格。43試合に出場し、打率。276.20打点。3投塁だった。2009年は A 級ブレバードーカウンティー。マナティーズと AA 級ハンズビルスターズでプレー。A 級ブレバードーカウンティーでは113試合に出場し、打率。313.6本塁が58打点。16。 投類だった。2010年は A 級ブレバードカウンティでプレーしたが、素系物無症候群と足の骨折で7試合の出場にとどまった。2011年は A 級ブレバードカウンティで9試合に出場後、5月27日に A 級ハンツビルへ昇格。50試合に出場し、打率302.19打点10盗類だった。7月22日に トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格。40試合に出場し、打率。331.5本塁が、23打点、5盗塁と結果を残した。9月1日にブルワーズとメジャー契約を結び、翌2日のヒューストンアストロズ戦で、メジャーデビュー。7回表にテイラーグリーンの代走として出場した。この年は8試合に出場し、打率。333だった。 2012年3月28日にトリプル A 級ナッシュビルへ配属され、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ナッシュビルでは124試合に出場し、打率278.11本塁が40打点16盗塁だった。9月4日にメジャーへ昇格、16試合に出場し、打率304.5打点だった。2013年は、 自身初の開幕ロースター入りを果たした。この年は、ライアン・ブラウンの出場停止もあったため先発起用も増え、自己最多の134試合に出場。打率、211.4本塁打、33打点、7盗塁だった。2014年は、メジャーデビュー以来着用していた背番号、22を、新加入のマットガーザに譲り、1に変更。 2年連続で開幕ロースター入りしたが、4月20日に右ハムストリングを痛め、15日間の故障者リスト入りした。5月3日に復帰、2015年オフに自由契約となった。2015年11月17日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶも、2016年3月19日に自由契約となった。5月10日に独立リーグアトランティックリーグの ランカスター・バーン・ストーマーズと契約。6月2日にミネソタ・ツインズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ロチェスター・レッド・ウィングスへ配属された。8月28日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。10月17日に40人枠から外れ、翌18日に FA となった。12月2日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。